ニーナ、そこにいるのはニーナだろ。パックス、どこにいるの？ここだ、ここだ。別動隊はあなたたちだったのね。ああ、しかしニーナ、お前がいてくれて助かったよ。ちょっと困っててな、プラズマ自動焼却装置が動いていてこっちに行けないんだ。どうして？動く物体に反応して機能を回復する発生器らしい。幸い防御壁があったから助かったが、ここから動けないんだ。ニーナ、ここには何もないわ。まいったな。ニーナ、俺に反応して出てきた発生装置をお前が破壊してくれないか。おとりになるってこと？危険よ。防御壁でプラズマに3回は耐えられる。一つ一つ潰していけばそんなにリスクの高いことじゃないさ。そんな、お前の腕を信用していってるんだ。ここで無駄に時間を潰すわけにはいかないだ。マックス、分かった。よし、ニーナ、俺に反応して出てきた発生器をスナイパーライフルで破壊してくれ。動力ケーブルを切断できれば発生器は停止するはずだ。了解、任せて。行くぞ。大丈夫？ああ、おかげでなんとかな。相変わらず頼りになるぜ。任せておきなさいよ。って、それどころじゃないわ。今、あっちにアダーがいたの。アダ？やつか？ここらじゃいけないから、マックス追って。よし、ニーナは後続の部隊と合流。ザコどもを頼む。了解。一応このパスを渡しておく。気をつけてね。心配すんなって。